なんてことだ。
振りが悪いね。ところで、行こう。では。
違う。
あのさ、よし。
ありがとうございます。おお、いやいや、てか熱いな。
残念だ。
事なのは。豊かに見える日本社会ですが、たくさんの若者は恩恵を受けていません。仕事はない、保証がない、蓄えもできない。未来を担うはずの若者が未来を描けないでいるのです。何ぶつかってんだよクソガキ。悪いのはそっちだろジジイ。これはいかんな。もちろんだ。喧嘩はやめなさい。大した理由でもないのに争いにしてどうするんです。てめえが関係ないだろ。お前リアルにうるせえんだよ。なんなんだこいつ。演説に戻りたいと思います。皆さんと共に未来を作りたいのです。善人ぶってんな、ムカつくぜダメトラが。何偉そうに語ってんだ。な、誰がお前なんかを当選させるか。また金ちょろまかすのか。また有権者をバカにするのか。この政治犯罪者が。いやまあ、それは昔のことで。やってしまったな。そう呼ぶ人もいる。ダメトラと怒鳴られるとパニックですくんでしまう。20年来のトラウマがあってね。君には伝えておかないとな。かつて私は国会議員だった。有力議員が後ろ盾のクラモトチルドレンというブームに乗って当選したんだ。もう20年近く前のことだ。当時の私は浮ついていた。議員として、人間として未熟だった。その未熟さから派手な連続スキャンダルを起こしてしまった。それがダメトラのトリプルプレーだ。私的な旅行で大事な議会を欠席、これがワンアウト。続いてなぜか多額の党費の使い込みが判明で、ツーアウト。その釈明会見のはずが、有権者をバカと呼ぶ絶過事件を起こしてスリーアウト。政治家失格の烙印を押されたんだ。君は議員になりたいと言ったが、私はこの通りの人間だ。こんな私の指導を受けたいのか。そう言ってくれるのは嬉しいが、当選の見込みもないと言われる男だぞ。なぜ私なんだ。
励まされているな。いや、君の言う通りかもしれんな。演説で最も大切なのは自分を信じること。もう一度信じてみるか、自分を。いや、一本取られてしまったね。君は不思議な子だな。よし、こんな私の演説術でいいなら君に伝授しよう。その代わり、君には今後も手伝いを頼む。取引と行こうじゃないか。予告までして劇場型の犯罪を演出する、高校生の君だけでできる代物とは思えない。大人の誰か、例えば人心を動かす弁舌の持ち主、そんな指導者でもいたんじゃない。そうなんでしょ。我は汝、汝は我、汝ここに新たなる契りを得たり、契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我太陽のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。国会議員の夢、実現させようじゃないか。と、少し話し込んでしまったか。今日はこの辺りにしておこう。では、また頼むよ。すまない。その銀の食器はこの男が盗んだものです。しかもこの男は銀の食材まで盗みました。盗っ人めどこへやった。この世に神はおいでにならぬのか。
よし。オンに切る。